マリー・ビグマン、マリー・ビグマンとエミール・ジャック・ダル・クローズの理論を融合し実践するものでダンス界に革新の風を起こした。ダンスの寄付法によってダンスをシステム化し他人にもそれを教えることができる、誰にでも踊ることができることの証明、ソロダンスからグループダンスへの移行という順を踏み、西欧ダンス界の権威であるバレエに対するレジスタンスとして モダンダンスの裾野を広げた。この学校は、イボンヌゲ・オールギー・ハンやホルム・ハラルド・クロイツ・ベルク・グレット、パルーカ・マック・スター・アピス・マルガレーテ・バルマンなどを排出した。マリー・ウィングマンは、自らの作品に、インドやタイ、アフリカ、中国などの国から、ファイフ・ファイフ、ベル、ゴング、太鼓などの非正王の楽器を持ち込んだ。伴奏として用いられた楽器として、特筆すべきものは、 パーカッションパーカッションで、これは、ウィグマンのダンスの沈黙の部分を大いに引き立たせた。また、ウィグマンは、仮面を用いることも多かった。これも、また、非正応、部族的なモチーフに影響されたもので、我を忘れたような錯乱した動きにその一端が見える。西ベルリン、メアリー・ウィグマン・スタジオ江口隆也、宮美佐子が、1931年ドイツ留学。 マリー・ビークグマン舞踊学校在籍、帰国後、1934年、江口・宮舞踊研究所を設立、大野和夫が学んだ。1937年には、ドイツ留学中の国ま美が、マリー・ビグマンに、ノイエタンツを学ぶ。ありがとうございます。